ヨアヒム氏から聞いた通りだ。この場所ならば私の目的も万事滞りなく達せられるだろう。いい加減にしないか。ヨアヒムといい、貴様といい、気が触れたようなことを。貴様らの妄想に私を巻き込むんじゃない。あなたこそ人のことをとやかく言えるような立場かな。楽園でしたか。あんな場所を利用していた割には随分と偉そうな物言いですね。あれは教団の手先に騙されて連れて行かれただけで、あんな悪趣味な場所と知っていれば断じて首を突っ込んだりしたものか。おまけに妙な薬までもられて、私の方こそ完全な被害者だ。やれやれ、そのような釈明が世間に通用するとお思いですか。クロスベルタイムズが独占取材したらさぞ盛り上がってくれるでしょうな。そこまでだ。お前たちは。おやおや、君たちか。面倒な連中を撒いたと思ったら、とんだ雑魚が紛れ込んできたものだ。その巨大な祭壇、ここがロッチの採用か。アリオスさんたちはどうした。ああ、風の牽制と捜査一課のエースとか。さすがに厄介だったんで足止めさせてもらったよ。今頃魔導人形10体相手に翻弄されている頃だろう。あの化け物も10体も。おかげで死から受け継いだ駒を使い切ってしまったがね。だがこれであの連中も確実に始末できるだろう。私はゆっくりとこの聖なる場所で目的を果たさせてもらうとしよう。させるか。手を挙げて投降しなさい。やれやれ、状況が分かっていないようだな。それにしてもエリーの姿がなぜ見えないのかと思っていたが、なるほど、一時的に支援課を離れてマクダイル先生の手伝いをしているのか。まさかロイドさんの記憶を。さらに新市長と新議長による新たな体制法案作りへの協力。なるほど、そうすることでこれまで以上に支援課が動きやすい政治的な足場を作るつもりか。新市長の提案らしいが、なかなか興味深い試みじゃないか。だがエリーのような人材を警察ごときに埋もれさせておくのは、私が市長となった暁には特務支援課は解体させてもらおう。そして彼女は私の専属秘書として存分に才能を発揮してもらう。それがいい。そうしよう。ふざけるな。あんたのふざけた妄想にエリーを巻き込ませるものか。ロイドさん、すごい迫力。そもそも君のような小僧がエリーと釣り合うものか。彼女の目を覚まさせるためには悪い目は摘み取らせてもらおう。赤いクノーシスになるデモナイズだ。この聖なる場所では大いなる望みを叶える前のささやかなる供物。せいぜいあがいてもがいてのたうち回ってもらうぞ。そうはいくか。対象1名、制圧を開始します。手強いぞ、気をつけろ。了解です。
俺の番だな。それ。よし。エニグマ駆動。任せてくれ。みんな一気に行くぞ。私の番ですね。よし。はや。行きます。エニグマ駆動。や。行くぞ。させるか。はー。私の番ですね。俺の番だな。エニグマ駆動。私の番ですね。エニグマ駆動。やっ。ありがとう。私の番ですね。行きますよ。ファイヤー。任せてくれ。えいで。はい。えい。ありがとう。任せてくれ。みんな一気に行くぞ。よし。エニグマ駆動。やっ。ありがとう。任せてくれ。させるか。はの番ですね。やっ。よし。やっ。で。よし。えい。ありがとう。任せてくれ。私の番ですね。えい。ありがとう。行きます。エニグマ駆動。任せてくれ。エニグマ駆動。任せてくれ。させるか。はあ。行きます。エニグマ駆動。やっ。ありがとう。俺の番だな。エニグマ駆動。よし。催眠弾。はい。行くぞ。やっと。やっ。ありがとう。行きます。行きますよ。行くぞ。させるか。はー。い
行くぞ。エニグマ駆動、それ私の番ですね。よし、やって、はい、えい、よし、それ、助かります、はい、そっか、任せてくれ。させるか。行きます。よし。え、で。私の番ですね。行きますよ。任せてくれ。えっと、俺の番だな。えっ、でよーし、はっ、任せてくれ。よし、えい、で、行くぞ。よし、これで決める。はっ、と、で、ライジングサーズ。よし、もう大丈夫だ。これは全然効いてない。おやおや、勝手な退場は困りますね。あなたが好き勝手していた自治州議会ではないのだから。アーネスト、貴様まだ利用価値はあるから、軽く気絶させただけさ。それより、人のことを心配している余裕はあるのかな。これは教団のロッジは全て七葉脈の真上に作られている。その真上で覚醒することで B へと至る扉を開くことが可能になる。力聞いた通りだな。あの時のユア姫と同じか。これぞ始祖に立った境地。これで全ての真実は我のものに。なぜ何も見えない。なんだか
んです。なぜだ、なぜ D が見えない。真なる神の息吹がどうして感じられないのだ。これでは話が違うではないか。しっかりしろ。ユアヒムが真実を語っていたとは限らないだろう。黙れ。まあいい、まずは手始め、貴様らを煮えとしてくれよ。その上でクロスベルへ帰還し、巫女とエリーを奪ってくれるわ。このドイナさん、危ない。なんて化け物。それではさらばだ。矮小なる己の身を嘆いて塵とガスがいい。そこだ。ダドリーさん、アリオスさん、やれやれ、なんとか間に合ったか。ロイド、ノエル総長、よく持ちこたえてくれた。お二人の方こそよくご無事で。さすがに10体は手こずらせてもらったがな、話は後だ。まずはこいつを無力化する。尋常な相手ではない。我々の全力をぶつけるぞ。はい、イエスだ。さあ一気に行くぞ。了解です。逃げるまでもない。行くぞ。エニグマ駆動。行くぞ。エニグマ駆動。はい。ありがとうございます。礼は言う。や。任せておけ。よし、私に続け。了解です。承知。よし。参る。俺の番だな。はい。行くぞ。エニグマ駆動。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。承知。いいだろう。イエスだ。さあ、行くぞ。気合を入れろ。助かります、やっ。行くぞ。風よ、我が力となれ。私の番だな。気合を入れろ。ありがとう。よし。任せてくれ。エニグマ駆動。やっ。ありがとう。やっ。任せるがいい。Thank you.
私の番だな。気合を入れろ。ありがとう。任せるがいい。行きます。エニグマ駆動、俺の番だな。参る。私の番だな。エニグマ駆動。すまない、みんな。立て直すぞ。エニグマ駆動。なんとかしなくては。立て直すぞ。立て直すぞ。風間く光よ、我が剣に集え。粉塵烈破。すまない、みんな。まずいな。エニグマ駆動。助かります。まずい、エニグマ駆動。なんとかしなくては。えい。ありがとう。立て直すぞ。負けるか。立て直さないと。エニグマ駆動。立て直す。風よ、我が力となれ。まだやれる。やっと。まずいな。よし、私に続け。了解です。承知。立て直すぞ。立て直さないと。えい。礼は行け。まずいな。裁きを受けろ。くれ。立て直すぞ。まだやれる。みんな一気に行くぞ。立て直さないと。立て直すぞ。エニグマ駆動。うん、まずいな。助かります。まだやれる。は
負けるか。せいで。まずい。立て直すぞ。チェン。まずい。そこだ。すまない、みんな。立て直さないと。立て直すぞ。はっ。礼は言う。なんとかしなくては。えい、気合を入れろ。助かった。まずいな。立て直すぞ。はっ。ありがとう。まずい。えい。礼は言う。すまない、みんな。まずいな。助かった。立て直すぞ。なんとかしなくては。立て直さないと。そこ。立て直すぞ。風よ、我が力となれ。なんとかしなくては。えい、気合を入れろ。助かった。立て直すぞ。はっ。ありがとう。すまない、みんな。なんとかしなくては。ありがとう。立て直すぞ。エニグマ駆動。うん。なんとかしなくては。えい、気合を入れろ。助かった。参る。せい。私の番ですね。えい。ありがとう。私の番だな。エニグマ駆動、任せるがいい。そこだ。任せてくれ。すまない、みんな。まずい。エニグマ駆動。やっ。なんとかしなくては。はっ。立て直すぞ。エニグマ駆動。まずいな。
つね。やるな。
やら専門家が間に合ってくれたようだ。何？天にいます我らが主よ、魔に惹かれし哀れな迷いを恩義の光で呼び戻さぬこと。すみません、時間がないんですぐに処置させてもらいますわ。君、ちょっとどいてもらえるか。はい。崩壊一歩手前やね。けどなんとか踏みとどまってくれたか。これなら我が深淵にてきらめく青の刻印よ。光となって暗き正気を払い、迷い子の道を指し示せ。これはあの光は一体。なんとかなったか。どうですか。うん、気絶しとるだけや。数日は起きられへんけど、命に別状はないやろ。よかった。一安心ですね。それはともかく、あんたは一体何者なんだ。教会の神父のようだが、一体どうしてこんな場所に。あれ、アリオスさん、俺のことをこちらの皆さんには話してへんのですか。間に合うかどうかわからないと言われたからな。立場が立場だろうし、念のため伏せさせてもらった。なるほど、助かりますわ。いやー、相変わらず気が利いてはるお人やな。君の方こそな。ありがとう、来てくれて本当に助かった。どうやら勝手に保険をかけられたようだな。七曜教会風聖賞に所属する聖杯騎士殿と見受けるが。風聖賞、聖杯騎士。確かアーティファクトを回収するっていう。お見通しでしたか。はじめまして、七曜教会聖杯騎士団に所属するアリオスさんの連絡を受けて参上させてもらいましたわ。どうかお見知りおきを。それではダドリーさん、二人のご相談よろしくお願いします。ああ、任せておけ。ケビン神父、礼を言わせてもらおう。まあ、本当なら事前にこちらに連絡してほしかったが。いや、そうしたいのは山々やったんですけど、何分うちらにとってはクロスベルは鬼門でして。クロスベル教区の責任者、エラルダ大司教の意向か。そうか、前にマーブル先生が言ってた砲術の専門家って。ああ、俺らのことやろね。ま、いろいろあって大司教さんにはえらい嫌われてしまっててな。クロスベルでの聖杯騎士団の活動については一切禁じられてしまってるんや。エラルダ大司教ですか。私も会ったことがありますけど、すごく厳格そうな人ですよね。厳格も厳格、あんな頑固な人見たことないわ。ま、俺らもいろいろやっとるから、彼みたいな真っ当な人から見たら
我慢ならんのかもしれへんけど。いろいろって。ま、古代遺物に関わる事件は綺麗事だけでは済まないということだ。ケビン神父、とにかく今回は助けられた。改めて礼を言わせてくれ。アリオスさんには前にでかい借りがありますしな。褒めたら例の教団の件も含めて俺もついていきたいとこですけど、ま、大司教を刺激したくないですし、何か分かったら教えてください。ああ、ギルドを通じてそちらに連絡させてもらおう。ロイド、ノエル総長も今回は本当によくやってくれた。正直あんまりお役に立てませんでしたけど。いや、総長は本当に助けになってくれたよ。俺の方こそやっぱりまだまだ未熟ですね。本当なら逮捕まできちんと皆さんを引っ張らなくてはならなかったのに。うん。うねぼれるな。支援課による逮捕というのがあくまで建前であるというのはお前もわきまえていたはずだ。その上で自分が本当に役に立たなかったと思うのか。それは次回もいいが、客観的な自己評価と状況判断は上級捜査官に必須だ。研修とはいえ一課にいたからにはそのあたりはわきまえておくがいい。ダドリーさん、本当に素直じゃないですね。よくやったの一言くらい言ってやればいいもの。うるさい。とにかくバニングス、これで一課の研修も終了だ。今回の事件で学んだことと合わせて新たなスタートに生かすがいい。はい、ありがとうございます。それでは俺たちは一足先に行かせてもらおう。また協力するようなことがあればよろしく頼むぞ。ええ、こちらこそ。お疲れ様です。そんじゃ、お元気で。いやー、君らも幸運やね。所属は違ってもいい先輩に恵まれてるみたいやないか。え、本当にそう思います。そうですね、セルゲイ課長もそうですし。それで君らはどうするん？このまま列車でクロスベルに戻るつもりか。ええ、そうするつもりです。そうだ、ケビン神父、この後のご予定は？クロスベルまで一駅ですし、よかったら寄っていただいてお礼をさせてほしいんですけど。いや、ありがたいけどこれから待ち合わせがあってな。本当なら例の教団についても詳しい話を聞きたいんやけど。 DG 教団、やっぱり教会の方でも何か掴んでいるんですか？いや、それが全く。俺らが教団と関わったのは4年くらい前の事件が最後やね。4年前。各国の軍やギルドが協力した一斉制圧、摘発作戦の後ですよね。ああ、あれから取りこぼされたロッジの一つを制圧したんや。ここだけの話、教団の中でも最悪と言えるようなロッジでな。正直人体実験がマシに思えるほどイカれた儀式をしてた連中やった。そうですか。本当に最低の連中だったんですね。ま、実はその時にアリオスさんにえらい助けられてしまってな。でかい借りを作ったままやったから今回お手伝いできて助かったわ。そうだったんですか。でもおかげで犯人を生かしたまま捕まえることができました。ありがとうございます。本当に助かりました。いやいや、さっきのメガネの人も言ってたけど、なんとかなったのは君のおかげやで。俺のですか？ああ、あの兄さんがギリギリのところで持ったのは君の言葉があったからやろ。そうでなかったら俺が処置しても多分助けられへんかったはずや。そうでしょうか。ええ、きっとそうですよ。ロイドさんが必死に語りかけたから
彼も自分を取り戻せたみたいだし。総長特務支援課やったっけ。また機会があったら詳しい話でも聞かせてや。これで教団の件も一通りケリがついたはずやけど、また何かあるかもしれへんしな。わかりました。それじゃあ俺たちはこの辺りで失礼します。お疲れ様でした。ああ、そちらこそお疲れ。ロイド君か。なかなか見込みがありそうやな。エステルちゃんたちの力にもなってくれたみたいやし。せやけど今回ばかりはどうも分が悪いかもしれんな。ケビン、なあ、遅かったやないか。で、なんやその紙袋は。そこの屋台で売ってたアルタイル名物の焼き栗。ホクホクしてて絶妙な甘さで、いい仕事してる。だからって紙袋いっぱい買うことないやろ。まったく。そんな調子でこれから大丈夫か。やっぱり俺もついて。ダメ、ケビンの悪名は知られすぎている。エラルダ大司教に潜入がバレたら火炙りにされるかもしれない。いくらなんでもそこまではされへんやろ。いや、でも天霊賞の応援の件があったか。あの一件で風星賞への態度をますます硬化させたみたいやし。その点私一人なら目くらましには持ってこい。それはケビンにも分かっているでしょ。ああ、もう分かったわ。まったく総長もよりによってなんでこいつを。的確な人選。ケビンこそ私がいない間無茶はしないように、セサルさんとマーカスさんにあまり心配はかけないこと。へえへえ、わかったわ。しかしリース、ほんま気をつけるや。お前がこれから向かう場所は正直何が起きてもおかしくない。いざとなったら俺を呼ぶなり切り札に頼るんやで。それは心得てるけど、そんなに悪い状況？ああ、生族双方の意味合いでな。どうやら連中も密かに動き出しとるらしい。魔とクロスベル、その名の通りになるかもしれん。でも無事に任務が片付いてよかったです。正直足を引っ張ってしまうんじゃないかとヒヤヒヤしました。心配性だな。ソーニャ司令だって総長に見込みがあると思ったから推薦したんだろうし。とにかくこれからは改めてよろしくお願いするよ。はい、こちらこそ。あ、でもロイドさん、一応これからしばらくの間正式にお世話になるわけですし、軍服も着てないわけですから、その総長というのはちょっと。ああ、それもそうか。でもどうしよう、呼び捨てでも構わないかな。ええ、それでお願いします。それじゃあノエル、改めてよろしくお願いするよ。
そうだ、そっちもよかったらもっとフランクに言ってくれ。同い年だし同僚なんだから気を使わないでほしいんだ。私がロイドさんのことを？無理無理、そんなの無理ですよ。あくまで警察官としては新米ですし、勉強させてもらう身分なんですから。いや、そんなに堅苦しく考えることないと思うけど、エリーとランディだって年の差関係なくタメ口だしさ。いや、そのなんというか性分みたいで、一度そう思い込んじゃうとなかなか変えられないというか。でもロイドさんがそうおっしゃるなら、なんとか努力してタメ口を。いや、別に無理はしなくていいから。根っからの体育会気質なんだな。父の影響かもしれませんね。厳しい人で、私も普段も小さい頃にしつけられましたから。へえ、お父さんの。あれ、君たちのお母さんには何度か会ったことがあるけど。父は10年ほど前に亡くなりました。クロスベル警備隊に所属していて、その任務中の事故で。そっか、悪いことを聞いちゃったな。ひょっとして君が警備隊に入ったの？どうでしょう、あまり自覚したことはないですけど。でも父と同じようにクロスベルという地を守りたかったのは確かかもしれません。その意味では所属は違ってもフランも同じなのかもしれませんね。そっか。ロイドさん、ごめん、なんでもない。でも君が来てくれて人手が足りないってのもあるけど、この先何が起きるのか正直予想できないくらいだからさ。そう言ってもらえると光栄ですけど。でもマフィアがいなくなって市内の治安も改善されたんですよね。兵ゆえは残っていますけど、目立った動きはないみたいですし。表面的にはね。ただ一つ言えるのは、ルバーチェという組織が一定の役割を果たしていたことだ。クロスベルの治安を守る意味でね。マフィアがクロスベルの治安を守っていた？まあ結果的にだけどね。クロスベルの置かれている特殊な状況を考えてみてくれ。自治権はあっても国家としては独立しておらず、二大国の干渉を常に受けている。犯罪を取り締まる法律は穴だらけで、入国規制もほとんどない。本来ならヘイユエどころか他の犯罪組織やテロリストなんかが跋扈してもおかしくない場所なんだ。ああ、それじゃあ今まではルバーチェがそれを抑える役割を？認めたくはないけど、結果的に一定の秩序を裏社会にもたらしていたのは否定できない。それが何の前触れもなく教団という最悪に巻き込まれる形で消滅してしまった。パワーバランスの崩壊ですか？ああ、帝国派と共和国派の議員たちが失脚したのも同じことが言える。代弁者がいなくなったことで、逆に両国からの圧力が今まで以上に露骨になる可能性は高いだろう。だからこそ新市長は俺たちに期待してるんだと思う。なるほど。よ、エリーさんやランディ先輩、ディオちゃんが一時的に離れたのもそれが理由だったんですね。ああ、新たな局面を前に可能な限り各方面と連携してより高度な活動ができるようにする。俺も一家で研修させてもらって、いろいろなことを叩き込まれたし、さらに人手が足りなかったから新たな戦力も要請したってわけさ。呼んでいただけて光栄です。でも
そういえば、ん？どうしたんだ？もう一人の新メンバーって前に会った彼ですよね。正直意外だったんですけど、どういう経緯なんですか？なあ、彼ね。いや、新しい人でよ。俺たちが探し始めた矢先にこちらを訪ねてきてさ、新市長からの推薦なんかも取り付けてきたから、断るに断れなかったんだ。市長の推薦ですか？ああ、 IBC ビルの危機に力を貸した謝礼と引き換えに推薦状をもらったらしい。そもそも特務支援課が新規メンバーを探してるなんてどこで聞きつけたのやら。本人は面白そうだからとか。それって大丈夫なんですか？まあ悪いやつじゃないのは確かだよ。そりゃ経歴不詳だったり、裏社会にやたらと詳しかったり、ホストなんかもやってるけど、なんだか言っててだんだん不安になってきたな。大丈夫ですよ。確かに皮肉屋で口は悪いけど、悪い子じゃなさそうでしたし。そう言ってくれると助かる。正直君とはソリが合わないかと思ったからさ。確かに私もからかわれたりしましたけど、どちらかというとロイドさんをいじる方が彼には楽しいみたいですし。勘弁してほしいんだけど。普段は騒いでたとか言わない方がいいのかな。乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。リベール、レミフィニア各方面への定期飛行船をご利用のお客様はおのり。なお大陸鉄道公社規約に基づき、当列車はクロスベル駅にて30分エルボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上、臨検館への提出をお願いいたします。一駅だけだからあっという間だったな。ええ、それでも数日留守にしているとなんだか懐かしい感じがしますね。そうだな。全員が揃うのはもうちょっとしてからか。キーヤ、寂しがってないといいけど。それに私ベルのところに戻るわね。何かおじさまたちに協力できることがあるかもしれないから。ああ、俺も今のうちに補給と装備の確認をしてくるよ。また後だな。え、そのさっきの続きは全部解決した後にでも。なんでもない。それじゃあまた後でね。あれからお互い忙しくてあんまり進展してないけど、エリーが戻ってきたらなんとかしてあの時の続きを。いやいや、続きじゃないだろ。もっと真面目に考えないと。ロイドさん？あ、いや、その、なんでもないんだ。それにしても疲れたな。早く支援課のソファーで休みたいよ。ロイドさんの反